ございます。49日目の朝です。横のファスナー上の方までは閉めてあって、足元だけこうやって少し開けてあって、マルコがこっちが、よいしょ、雑な扱いだな、こっち来なさいって、はい、こっちが足元ですけど、マルコはここから出たいなら出れるようになってます。出るの？出ないの？よいしょ、よし、父ちゃん洗い物してご飯炊かなきゃ。あの、昨日は雨が降ってたんで、ご飯食べてそのままにしました。洗い物してすぐお米炊かなきゃ。テント畳んでるんですけど、どいて。畳めない、畳んじゃうぞ。これ出てくる。はい、こう、はい、9時半ですね。撤収作業、朝ごはんも全部終わりました。ここからコニアまでは11、12キロなんですけど、3つ遡らないといけないということで、もうほぼ1週間ぶりに乗る自転車ですね。昨日見かけて気になってたビーグルの子は、あの、僕キャンプ場にいた何人かの人に声かけて聞いたりしてたんですけど、その中のお一人が今通りかかりに僕に声をかけてくれて、あの、その子を飼い主さん見つかったそうです。よかった。あの、近くの集落つっても、この山越えた向こうですけど、に住んでる人で、あの、イノシシを捕まえるって人が、その漁の時にそのビーグルを連れてきて、猟犬みたいにしてたらしいですけど、それがはぐれてしまってたみたいです。一つ、いや、心残りだったんですけど、それがほっとしました。よかったよかった。ここの風景も見納めです。多分自転車でまた来ることはもうないと思います。今車に乗ってる人が追い抜き際に減速して、おお、
兄ちゃん頑張っとるのーって声をかけてくれました。コニアの港が見えてきました。ふう、またビジターバースあるところまで戻ってきましたね。よいしょ、またこんにちは。はい、今49日目です。はい、北海道からですよね。すごい。今、瀬戸内海の駅っていうコニアにある海の駅ですね。ここで町の Wi-Fi が使えるので、YouTube の動画の投稿をしているところです。憧れのヨットにご招待いただきました。強すぎるこのヨット、すごい木造の部分が多くて渋すぎです。コーヒーもごちそうになりました。すいません、本当に長々とお邪魔して楽しかったです。はい、はい、よかったら中も見てってください。いいですか。いいんですか。はい、そのままクスそのままで、ね、あ、はい、ありがとうございます。いかがなら見てってください。嬉しいです。失礼します。やっぱり広いですね。前が工作室になってませんか。もう、そうなんですよ。だから船の修理をしながらね、はい、旅をするっていう感じになってます。へえ、すごい。後ろがね、ベッドルーム。あ、このヨットは後ろにあるんですね。ああ、はい、よかったら行ってみてください。はい、ありがとうございます。すごい広い、素敵です。やっぱり45フィートって広いんですね、きっと。45フィートに、ただクラシックな船なので、はい、クラシックな船って近代的な船に比べたらやっぱり狭いですよ。細長いっていうかもあるし、はい、合理的にね、はい、できてる船とは違うから、昔風のやり方なのに、はいはい、まあまあ、いやでも一人だから十分すぎる。十分ですね。はい、もう仕事移動してるようなもんなんで、はい、俺の中に入ってさえしまえばもう田舎にいる時と変わんないんで。いや、ほんとワンルームで暮らすよりも全然素敵です。ありがとうございます。はい、すいません、本当にありがとうございます。はい、おしゃ、おしゃ、夜なんで暗いですけど、映ってるでしょうか。この寝袋のジッパー、こう足元の方からまた開けることができるようになってるやつなんですけど、その開けてあるところからマルコが顔を出して寝てます。かわいい。ほら、かわいいのはいいんですけど、この寝袋に対して寝袋がこう縦長にあるはずなんですけど、マルコはこういう風に体を伸ばして寝てるんで、僕としてはどう足を置いたらいいものか悩み中です。ちなみに動く気はもう全くないようです。